皆さんこんにちは、やすさんです。今回ですね、家族で鹿児島へ行くことになりました。はい、ということでフェリーで行くことになりましたので、フェリー乗り場へ行こうと思います。それでは行きましょう。行きましょう。これと予約番号が、はい、チーズ。やったー。さあ、長いことね、受付時間かかりましたけどね、もうすぐ入れます。30分かかったんちゃうかな、並んでみて。他50分。そう、もうすぐやで。うん、閉めんでいい、閉めんでいい。閉めへん。うん、勝手に閉まる。勝手に閉まりやせん。うん、すでにベッドになってるんや。すごいね。開けませんね。ベッドになってる。うん、ベッドになって、ほら、ソファーがさ、ほら、ほらほら。あ、すごい。あ、結構広いね。ねえ。さあ、お部屋に入りましたよ。はい、こんな感じになってます。さあ、いよいよ出航ですよ。ちょっと帝国より遅いかな。おお、すげえすげえすげえ。はい、行ってきまーす。うわすごい。こうやって見たら、こうやってやる。お部屋に入りました。今日泊まるお部屋はデラックスルームでございます。はい、先ほどね、出航の様子ね、見てきました。でこちらのお部屋は、まあ、4人でね、寝れるということで、はい、こういう感じの広々としたお部屋になってます。各ベッドの横にはこうやってね、電源もあってライトもあります。これシングルベッドやね、サイズ的にはね。で、空気清浄機があります。空気清浄機つけようか。けどこれかパナソニック。一度、OK、じゃあこっちはちょっとね、こう荷物置きたかったんでね、こうベッドになってましたけど、ちょっと畳みました。で、テレビがあって、テーブルがあって、エアコンあります。で、こっち行きましょう。ここは冷蔵庫、あ、水がたくさん入ってます。冷蔵庫で、ドライヤーがあって、お、大きい鏡で、ポットがあって、で、氷のね、アイスボックスで、コーヒーがあります。お菓子、サンフラワーの、サンフラワーのお菓子あります。ほら、ね、これ、え、もう一個ある。うん、あるよ。はい、はい、かわいい。食べてもいいの。ここは空き、あ、冷蔵庫。ここは救命、まあ、救命胴衣。救命胴衣って何？救命胴、溺れた時の浮き輪になるやつだね。ライフジャケット。どれ？ここもここもライフジャケット。お、次がトイレ。トイレと、シャワールームになってます。まあ、こちらね、大浴場がね、あるので、まあ、多分使うことはないかな、というような感じのお部屋になってます。はい、どうですか？いや、めっちゃいい。いい。アメニティ、アメニティもこちら、タオル、で、パジャマ、ナイトウェア、歯ブラシ、これもあれやな、パジャマや浴衣かな、なんかわかんないけど、ありますね。
こちらがですね、6階になってます。6階はまずね、こちら受付ございますね。で、売店があります。うん、売店入ろうか。そこ出口やから違うよ。今日はしかし本当たくさんの人でね、賑わってますね。まずこちらのショップで行ってみましょう。おお、いろいろ売ってるやん。かわいい。あら、シャーペンあるよ。お前シャーペンあるやん。サンフラワーグッズがね、たくさんありますね。ほら、あ、西郷さん、鹿児島だけに鹿児島土産も買えるというね。止めたらいいで。トミカないで。トミカな、トミカな。あ、やっぱりこの辺やね。まあ大人の時間やね。何買おうかな。お、何買おうかな。何しようかな。こうやってね、空気清浄機を設置して船内の空気をね浄化してると。そうですね、感染対策しっかりされてますね。で、ここが記念撮影スペースなんだよな。そこ何？ゲームセンター？あ、違う、自動販売機コーナー。すごいね。お風呂はね、9時半まで。9時半まで。そう。めちゃめちゃあるな、なんか。カップラーメンあるやん。いいね。いいね。カレー飯。これ、これめっちゃうまい。なんかワクワクするね、こんな。ゲーセンはどこにあるの？ゲーセンもあるらしいね。ゲーセンもある。うん。こちらはね、キッズルームになってます。子供さんがね、ここはね、遊べる部屋になってますね。空気清浄機かな、あれ。しっかり換気されてますね。で、こちらがゲーセンですね。はい、しっかりと消毒設置されてます。すごいな、一応敷居されてるんだ。ゲーセンっていうのか、スロットと、UFO キャッチャー、スロットやね。うん、ね。この船の揺れがさ、これに一切されへんかな。そうだね。公衆電話もありますね。で、スマホ充電ステーション。で、これは船長さん。今日の山中船長です。はい、じゃん。しかしめちゃめちゃ広いね。はい、ここにもね、こうやってね、ダイキンの巨大清浄機がありますね。結構なんかそれぞれで買ってお酒飲んで楽しんでる人が多いですね。いいね、なんかそういう風な旅も。いただきます。手袋がありまして、感染防止になりますね。キンキンに冷えた美味しいビール、一杯500円なのでいただこうかな。お気のある方はお近くにお取りください。おお、素敵。今ここからね、見える夜景はね、ちょっと淡路島らしいです。ちょうど淡路島と和歌山の間をね、今走ってるみたいですね。戻ろう戻ろう。気持ちいいな。動いてるよ。動いてる動いてる。はい、じゃあね。はい。おお。さあ、でやでや。どうや？見て見て、下。え？下見て。下？わあ、すげえな。めっちゃ速い。これ映ってないやろな、でも。動画やったら？ちょっと映ってないかもしれんね。あ、ここ座ってみて。そろそろ寝る準備できましたね。ね。
とやっぱりね、あの船の中なんでね、ちょっと電波の状況が悪いみたいで、あと Wi-Fi、 あ、もちろん船の中に Wi-Fi があるということで今やってるところです。まあ仕方ないよね、どうしても。朝風呂入ってきました。朝6時半ということだったんですけど、もうねすでにめちゃめちゃ人多かったです。昨日の夜より多かったな。はい、それぐらいね賑わってましたね。はい、今ね、こういう感じでね進んでいます。はい、順調にね進んでいますね。あ、こっちはもう口がね見えてますね。もうしそう。ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、今日もペロリと完食です。はい、ハルくんも、ハルくんも完食？はい、完食です。はい、よし。じゃあ行こうか、タクちゃん。渋志港のね、今湾内に入ってます。もうすぐね、着岸しますよ、着岸。着岸でやってるのかな？着岸って着岸。着陸？と同じ？うん、そうそうそう。着岸。僕らは着岸っていう。着岸。着岸っていう。うん。ありがとうございました。まあ、まだ帰りにね、サンフロア乗りますけどね。はい、とりあえず、力士の例はこれで終わりでございます。OK。繰り返しまして、ご来場にてご乗船くださいましたお客様、お待たせいたしました。ただいまより、下船のご案内をいたします。お手に回すようお待ちください。